組おじさん。こんばんは。何も押してない。発光あ、大丈夫。やばいの見て、変な人みたいやん。めっちゃ見るやん。こんばんはじゃない。こんばんは。こんにちは。こんにちは。これさ、めっちゃこうやらんとき見て。こんにちは、アンナの裏。あ、今やっと1時。こんにちは、アンナです。あ、ねえ、もう隣でお菓子を一人ごめん、急な時間でごめんなさい。黒だから発酵するんだよね。そういうことか。これちょっと腰が痛くなる、この体勢。あの、リサがいます、隣に。リーちゃんがいます。リサ、ね、間違えた、こんばんはじゃない。リサ年齢的でだよ。よう言うわ。よう言うわ。17歳だから。はい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 。こんばんは。こんばんはって言っちゃう、ショールームの癖だ。こんばんは、こんにちは。これこうやろ、こうやったらいい感じ。こうやったらバターンってならんか。発酵な、発酵してる。引きの時、あ、もうダメだね、髪上げたら。イエーイ。こんな時間に急に、しかもなんか急に今から配信しますとか言っちゃってすいません。でもちょっと15分だけ、確かに、とりあえず教文をね、消化していかないと。消化かわからんけど、やっていきたいと思います。頑張ります。りーちゃんが、りーちゃん優しい、ありがとう、来てくれて。イエーイ。映ってくれんの。いい、映る。映って。アリサだよって。これおすすめ、キットカットのいちご味、大人って書いてある。めっちゃ、え、もうね、これがめっちゃまずいの。まずいとか言って見せないで。苦いの。このこれ苦くて。違うよ、カカオが 80% やからやろ。本当に苦くて無理だった。なんか食べれるかなって思ったら無理だった。ごめんね、本当に急な時間で、多分今日夜できないから。ちょっと本当体勢がしんどすぎて。これでいいよ、うん、いい、これでいい。今はそう、2人で、今2人だけ、2人で。ちょっと授業中、うん、授業中。田中忠さん、タワー、田中忠さん、ありがとうございます。待って、書きたいけどスクショするとあれだけど、ちょっと誰かリップを送る人なのに。違う、今マジで携帯バーになるから。田中忠さん、ありがとうございます。昼寝しようとしてた、マジで。起きてくれたんですか、ありがとうございます。ジワルデイズね、聞いた聞いた、オールナイトめっちゃいいくない。笹原さんの神曲。タピオカ飲んでるって、いいな。ずるい、ちょうだい。アリサだ。飲みたいの。お腹すいた。お昼だね、みんな何食べた？みんな何食べましたか？まだ食べてない。ねえ、リーちゃん本当にありがとう、ショールーム付き合ってくれて。優しいでしょ？マジでありがとう。マック、いいね。乃木坂さんのライブ行ってくる、いいね。パンダだよ。じゃあ、充電ないの？くしゃみでそう。充電ないのやばくない？多分。でもまあ待つ、持つか。15分は持つと思うから大丈夫。気づいたらなくなってた。気づいたらお菓子なくなってた。お菓子さ、気づいたらなくなるやん。違う、そのハリボーめっちゃ冷たいから硬いよ。嘘、本当。ハリボー知ってる？みんな。今日めっちゃ商品紹介するじゃん。え、ハリボーのなんかカラフルの味があって、それがおすすめ。琥珀ありがとうございます。そうじゃんね、ちょっと前髪しか見えん。リリリリ、ハヤシライス食べたのいいな、食べたい。知ってるよ、あ、よかった、知ってる、美味しくない？寒い寒い寒い、みんな寒いよね。寒い、みんな寒い、わかんない、寒いかな。普通に上着着てるだけです。うん、寒いよ、めっちゃ風邪ひく波って感じ。銀が行くよ、待ってます。リサ元気。このでかい声。ここ響く、ここ響く、確かに。あんこのドコールン近くにいる。何の話？何が？今近くにいる。何も言わないでいいから。近くにいる、みんなの。いや、心はね、みんなの心は、心はいつでも近くにいる。体もいるよ。そうだね。うん。うるせえとか言わないで。あのさ、メロンジュースの煽りあったじゃんか、うん、コンサートの。ねえ、キモかった。え、怖いかった、怖いかった。あれでさ、あれ、違う違う、ダンスの先生がね、うん、リサってあんな大きい声出るんだって言ってた。
誰？ちっちゃい。え？え？もう一回。先生が、りーちゃんってあんなに大きい声出るんだって言ってたよ。やっぱそういうイメージなのかな、ファンの方もね。うん、ダイヤモンドリリー楽しみにしててね。ダイヤモンドリリーお花のね、あれなんだってさ、調べたら。そう、探せダイヤモンドリリー、なんかいろんな意味があるって、ね、お楽しみにしててください。ええ、あえとか言っちゃった、うん、テンション高い。そう新曲楽しみ。4月24日、うん、に発売して、腰が、でも言うてまだあと2ヶ月ぐらいある。そうだね、まあ、でもそれより前には公開はされるじゃん。まあね、 MV さが先、うん、とか前いつ、そうだった、あのステージもさやるくない。ああ初やってなかったっけ。そうだっけ。これリップが入ってる。誰のだろう。誰、こっち帰るんだよ。あ、それじゃああんな、あんが着とったやつかも。あんな、え、しかもカイロそれ貼っとるけ、その服に。え、ないよ。え、多分貼ってない、このここら辺にない。まあ、あ、そう、じゃああんのじゃないかな。ダンス楽しみ、ツアー行くよって、ありがとうございます。他のみんなどっか行ったわ。あ、お昼食べてるんかもしれない。昼だから顔見えんでって言われた。そう、ジャンバー可愛くない。ジャンバー可愛くない。おそろなのフェアルック、フェアルック黒ね。発酵なうって感じ。暇なうじゃないよ。今日は夜配信多分ないので今やっております。夜配信ができないので今やっております。発酵しすぎてやばい。あれ、私昨日何時にやった、うん、あ、昨日朝やったんだ、ショールーム。朝5時くらい、5時半ぐらいから。寝てたよ。あの、起きてた。あ、寝、起きて。そう、今日もちょっと夜なしで、皆さんはどうもごめんなさい。アンリさん珍しくないよね。そんなことないよ。アンリさん意外にいつもいる。うん、意外にでもない常に、常にウィズいるって感じ。お昼ご飯食べてない。そうだから、ちょっと配信終わった瞬間にお昼ご飯を食べるね。食べたいと思います。間違う、響くからさ、めっちゃ間違うことに大人になれる。いくよ、じゃあ、アンじゃないバージョンね、うん、間違うことで、いや、アンだな、なんかもう、え、行動でがもうアンだ。間違うこと、違う、こう、あんあん間違うことでって歌ってる。 あ、でも今は別に普通だった。間違うことでしんどいって言われた。キャラちゃんだじゃん。間違うことで、キャラが歌ったとしたらってこと。そうだね。リサはおもらししないよ。うん、何もんな、知らんよな。本当にそんなフィフス楽しみにしててほしいっていう願い、うん、一心。お昼何だろうね、なんかカレーとかすき焼きがあるって言ってたけど、チョコ棒おすすめ。それが食べたいんですけど、なくなってそうでやだね。なくなってほしくないな。ね、食べたいよね。これ好きよ、好きよって感じ。ワンチューワンチュー。何も知らんくないよ、曲レックしたから。発酵しすぎってしすぎ、ね、めっちゃ発酵してるよね。ダイヤモンドリリーです。ピリリピピリリプププッププッ、教え。はい、みなさんこんにちは。早く MV 公開してね。確かに、でも多分いつも早めだよね、チョコボなら。リサさ、これチョコ、何？リサもう、リサちょっと一旦ありがとう。え、あと4分やるからんが。え、でも15分経った？マジで言ってる？とりあえずあと4分ってマネージャーさんが言ってたから。え、ごめんね、ありがとう。はい、あと4分だけ。あ、あんのあと4分いていいですか？あんのまだあと4分いていいね。オッケー、はい。待って、
りーちゃん本当にありがとうなんだけど、ごめんねりーちゃん、りーちゃんごめんね、あとりーちゃんに言っとかなきゃ、あと5分、あと5分だけやるねやばい、一人になっちゃった、辛いんだけど、一人で違う部屋で一人で喋っててやばいですね、やばい、イエイ顔黄色すぎだろ、待って本当に待って、黄色い、テストお疲れ様です、もうご飯食べられんかった、どうしよう、りーちゃん本当にごめんねって感じ、いつも一人だけどさ、なんか今日は一人で悲しいじゃん独り言、黄色いですよね、ご飯食べれんかったよ、元気です、元気、やっほー、光ってるね、声は全然出して大丈夫なんですけど、今日仕事休みなんですか、銀河も全部行くよって、琥珀応募ありがとうございます、お昼休憩、お昼休憩、うん、お昼終わったよ、終わった、終わるらしい、もうだからもうそう準備してって言われたけど、まだショールーム15分経ってないから、とりあえず15分はやるって感じです、呼ばれたの、お仕事頑張って、みんなもみんなお昼ご飯しっかり食べてくださいね、高校合格おめでとう、頑張ります、あーさびはなんか外だ、なんかわーって言ってる、わーって感じ、あーご飯、ご飯だけ捕獲して、ご飯だけ捕獲しとこ、春休みなの、春休みなんてないよ体調気をつけます、皆さんも気をつけてください、今来た、いらっしゃい、ざわざわしてるね、ざわざわしてないですよ、確保じゃなくて、うん、わかんないあ、確保捕獲、わかんない、どっちかしときます、ご飯を確保したい、あ、確保ですね、確保しときます、ご飯を、ショールームがですか、はい、お腹すいた、お腹すいたけど食べれんかった、中学卒業、みんな卒業シーズンですね、おめでとうございます、しゃぶしゃぶ食べたいね、今何食べたい、え、今焼肉お昼ご飯食べれんかった、涙、マジで発酵、真っ白すぎる、待ってやばい、あ、治った、念のため27分までしてね、あ、でも15分経過しましたって出るから大丈夫です、それが出たら、ちょ、そうですね、一旦ランキング読みますね、13位がサダ、12位がソータン、11位がセイちゃん、10位がキング、キングシュリークさん、9位が A イコールさん、8位がなんて読むんだっけ、ふうかさん、7位がにごさん、6位がるーちゃん、5位がぺんぺんさん、4位がなんちゃらおじさん、3位がニックさん、2位がけんおんぱちさん、1位が田中た